来ました来ました、かわいいロボットが運んできてくれました。ご注文のお料理をお持ちいたしました。札幌市内の飲食店に登場したのはチャーミングな猫耳と愛くるしい表情のロボット。大手レストランチェーンスカイラークグループが導入を進める最新鋭の猫型配膳ロボット、先週から札幌市の2つの店でデビューしました。仲間として親しみを込めてロボニャンと呼んでいます。びっくりしました。でも可愛いですよね。非接触おっしゃってたんですけど、やっぱそれでやっぱお互い安心するんだかなみたいな。一度に10食近くの料理を運ぶことができるこのロボット、お店の席のレイアウトがプログラミングされていて迷子になることもありません。頭を撫でてみると、気持ちいいにゃ。でも撫ですぎると、仕事してるからもう触らないでにゃ。ロボットが活躍することによりその分の時間をサービスの充実を図っております。一方こちらはお家で家族のような存在になる最新のロボット。いろんな表情を見せるこちらのロボット、頭の上にあるカメラで人の顔を覚えて懐くんです。北海道に初上陸したその名もラボット、まるで生き物のような動きや特徴を持つ次世代ペットとして開発されたロボットです。あったかいですよ。実はぬくもりを感じられるように表面の温度が37度から38度になっています。いなり、このように名前を呼ぶとそばまで来てくれます。かわいい、飼いたい。うち共働きで多分犬猫は飼えないので、これならね、まあ飼えるっちゃ飼えるなと思いますけどね。ペットを飼えない家庭の需要も見込んでいるというこのロボット、価格はおよそ35万円で月およそ1万円からのメンテナンス費用がかかります。緊急事態宣言前に比べまして約10倍の販売数が今ございます。本当に人のそばにずっと寄り添ってくれる、そして人の心を元気にしてくれるようなロボットです。家族のように寄り添ったり、感染対策にも活用されるロボット、新型コロナを背景にますます進化を遂げています。